宅見勝は昭和11年6月22日、兵庫県神戸市吹合区に洋裁店を営む両親のもと、姉一人、兄二人、妹一人の三男として生まれ、小学1年の時に父親が他界したことから、親子6人で母親の実家がある四国の香川県大野村に疎開した。終戦後、出身地である吹合に戻り、布引中学に進学したが、中学2年の時に母親が亡くなったことで、おば方へ引き取られ、大阪府北河内郡田原村に移り住んだ。中学時代は、学力優秀だったことで、卒業後、進学校で知られる大阪府立高津高等学校に進学した。昭和28年、親切で優しいおば方での生活であったが、居候ゆえの肩身の狭さで、気を使うことも多く、高校2年の時、誰にも相談せず、高校を中退し、おば方の家を出た。そして、大阪南のパチンコ店で働いていたが、18歳の時、友人の実家を頼り、和歌山県に引っ越した。和歌山県では、和歌山市や那智勝浦漁港の周辺の遊郭街のボーイをしていたことから、夜の大人の社交場で、人心掌握術や社交術を身につけた。また、この頃、近所に住んでいた同い年の女性と恋愛し、昭和30年、駆け落ち同然の形で、和歌山を離れ、二人で大阪へ出た。昭和31年、大阪市東住吉区で定職のない日々を過ごしていた頃、アパートの近くに土井組系川北組の事務所があったことから、川北組幹部、岩名隆夫と懇意となり、親しくしていくうちに、岩名隆夫の誘いで、川北組組長と杯を交わし、19歳の時に川北組で都政入りした。そして、川北組の組員となってからは、飲食店向けの南大阪小売業を開店し、大繁盛させるも、人手が足らず、制御に適している上、極道の社会にも向いている人材として、キャバレーの店員に目を向け、自らキャバレーのボーイとして働きに行き、メガネにかなった人材を匠グループへスカウトしていった。その甲斐あって、川北組内でも匠グループは大きくなっていき、昭和35年、24歳の時に、早くも川北組の若頭に就任し、道頓堀の暴れん坊の異名を持った。しかし、昭和37年、ボンのこと、姿に正雄の兄が率いる姿に組と、しのぎをめぐり、抗争を起こしたことで、警察の集中取り締まりを受け、組員が大量検挙され、川北組は解散することになった。昭和38年9月、堅気になろうか迷っている時、川北組での匠の大きな働きを知っていた、大阪南で最大勢力を誇っていた、三代目山口組系南道会傘下福井組組長、福井秀夫から声がかかり、再び極道の世界に舞い戻った。昭和39年、大阪千日前の風呂屋の2階に、南智芸能社を設立すると、流しのギター弾きを組織し、売り上げを上納させたり、芸能人を盆踊りなどに派遣したり、キックボクシングの興行を行ったりして、莫大な利益を上げ、その利益を福井組組員をはじめ、他の組関係者へ事業資金として融資をした。昭和40年、早くもその実力が認められ、若頭補佐に昇格。また、四日市競輪場の利権を獲得するため、三重県鳥羽市内に福井組鳥羽支部を開き、支部長に就任した。さらに、頭脳明晰で動き出しが早かったことで、昭和45年、若頭へと昇格すると、大阪南の千日前に本拠を移し、南智芸能社内に匠組事務所を開いた。ちょうどその頃、同じ吹合地区出身の三代目山口組若頭、山本健一と親しくなった。昭和50年、松田組との間で起きた大阪戦争では、武闘派として活躍すると、山本健一の強い後押しもあり、昭和52年、三代目山口組組長、田岡和夫から杯を受け、山口組の直参に昇格した。昭和56年、田岡和夫三代目が急性心不全により死去。昭和57年には、跡目候補と目されていた山本健一までもが病死。これをきっかけに、山口組四代目跡目問題が浮上。この時、匠は、竹中正久を四代目に推すグループに属し、同年、三代目山口組は集団指導体制で、竹中正久が若頭に就任すると、匠は若頭補佐に抜擢された。昭和59年、竹中正久の山口組四代目就任が決定すると、
匠は竹中正久の組長就任に反対した山本博氏らが一和会を結成した際、山本博氏に同調していた親分の福井秀夫を説得し、一和会に参加させることなく引退させている。その後、四代目体制でも引き続き若頭補佐として竹中正久四代目中山勝正若頭を全力でサポートした。ところが昭和60年、竹中正久、中山勝正らが射殺されたことで、四代目山口組は組織存亡の危機に見舞われた。しかし匠は葬儀のため中山勝正の遺体を関西から地元の高知までフェリーで運んでいた時、四代目山口組の幹部や直参らが乗船するフェリーのデッキで自身と同じ若頭補佐であった渡辺義則に対し、兄弟、腹をくくってくれと五代目として担ぐ気持ちがあることを告げ、組織の立て直しより先に新体制の立ち上げに走り出した。そして苦労を重ねた結果、山一構想を経て平成元年、渡辺義則をドンに据えた五代目山口組の発足とともに若頭に就任すると、最高顧問職の新設をはじめ、新人事には匠の意向が強く反映された。平成2年には東京都八王子市で匠組と二匹会との間で八王子構想が勃発。この構想はわずか10日余りで20件を超す発砲事件を引き起こし、二匹会側に死者2名を出すなど、匠組は武闘派ぶりを見せつけた。そして八王子構想以後、山口組の系列組織が連絡事務所や関連企業の形で東京都内に進出していった。平成4年3月、暴力団対策法が施行されると、五代目山口組は規定に基づき指定暴力団に指定された。この際匠は渡辺義則の代理として聴聞会に出席。暴対法は違憲、我々は暴力団ではなく伝統的な任教団体だと反論し、指定取り消しを求めた行政訴訟を起こすなどした。そんな匠は持病の肝臓病を抱えながら意欲的に若頭の任務に努めていたが、一方山口組切手の経済通として知られ、土地売買や株式投資などの表経済にも力を注ぎ、関西を中心に東京都内などにも金融業や不動産業などのフロント企業を次々と設立し、経済ヤクザの代表格とも言われ、バブル期には地上げや株の捨て銭で巨額の資金を得て、糸満事件など数々の経済事犯にもその影響力が取り沙汰されていた。平成8年7月、五代目山口組若頭補佐中野会会長中野太郎が会津小鉄会系組員に銃撃され、部下2名が射殺される事件が発生。同日、四代目会津小鉄会若頭塚越俊嗣ら最高幹部が山口組総本部を訪れ、中野太郎を襲撃したことを詫びた。これに対し匠は塚越俊嗣らの謝罪を受け入れ、中野太郎と協議することなく和解した。しかし当事者の中野太郎は自身を抜きにした匠の裁定に激しい不満を抱き、両者は激しく対立することとなった。そして平成9年8月28日、匠勝は新神戸オリエンタルホテルのラウンジで休憩を取っていたところ、中野会系組員数名に襲撃され、体に数発の銃弾を受け、同席していた岸本西蔵と野上哲夫の通報により神戸市立中央病院に搬送されるが、午後4時32分、死亡が確認された。享年61歳。